とミス。おさあ始まりましたね。始まりましたね。今回ご紹介するものはこちら。こちら。こちら。グラコロ。イエーイ。ずっと食べたかったグラコロ。食べたかったグラコロ。あ、ジェンガもある。なんかこれさ、ウノを使えてるさ。え？あのさ、でもこのウノの使い方したことないんだよね。ジェンガってこれだよね。それウノ大好き。ウノも持ってきた。っていうゲームを持ってきた。今日は3時間コースですかね。大ゲーム持ってきた。最高だ。ちなみにウノもマック。え、なになにそれ。マックの。え、すごっ。あとアトラン。盛りだくさん。盛りだくさんですね。そう、盛りだくさん。何よ、盛りだくさん。盛りだくさん。今日から発売だったっけ。昨日とかからやってなかった。せーの、さん、はい、いただきます。なんかおもろいな。ただ体調、肌のおかげで良くなって。お見舞い？全然困ってんじゃなかった。ごめんね。うん、結構するかも。初です。食レポお願いします。ではいただいていきたいと思います。はい、いただいてください。やばい、手についた。いただきます。他の写して。なるほどね、ちゃんと写せよってことね。ごめんなさいね、ごめんなさいね。うん、うん、うまっ、うん、よかった、うん、よかったね。うまい、うまい。金持ちじゃない。何が金持ち。うまっ。到達できない、到達できない。別にあざとくないんだよね。やばい、ティッシュ持ってくるの忘れちゃった。あ、ありがとうございます。うん、ありがとう。うん、おかしいじゃん、ありがとう。ちょっと今日そんなにコメント読めないかもしれない。え、じゃあ読も、食べてる時は読も。うん、うん、順番に読もう、分かんなくなっちゃうからね。あ、じゃあ先にどうぞ。3時間問い続ける配信？違います。違います。うん、違います。ポテトはあります。あります、あります。ポテト、シェアーズポテトです。はい、どうぞ。飲んでる。会議室がマックの代わりに占領される。
ごめんなさい。ごめんなさい。うまっ。こんな美味しかったっけ。冷めても美味しいね。うん、この記憶がない。ポテト派ですか、ナゲット派ですか。ポテト。あ、せーので言おうと思ったのに。いいよ、せーの。せー。いいよ。せーの。ポテト。なんか言うね。ね。ちょっと。ごめんなさい。ごめんなさい。マックシューをごめんなさい。はい。なんか喋ってって言われた。タイミングよ。めっちゃハナなの。ハナは喋ってるよ。こんばんは。あ、ごめんなさい、私が喋りすぎて。ごめんなさい。はい、ということで、はい。おもろいな。ポテトにシェイクつけて食べるのはありがですか。なんかさ、小学生の時それやってる人いなかった。え、アイスとかにつける人とかさ。え、いる気がするんだけど。ケチャップならありかな。めっちゃあえ、ポテトにマヨネーズあり派。なんかさ、ガスとか出てくるじゃん。え、でも混ざってたらいいよ、何かとね。でもマヨネーズ単体でポテトにつけるのはなしですね。ある。はい、どうぞ。なんだろう、なんか質問とかありますか。初めてちゃんと2人で配信するから、うん、うん、待って、選んだのがおかしかった。いけなかった。ポテトはカリカリ派、しなしな派。うん、せーのでいくよ。うん、うん、せーの、しなしな。あれ、しなしなが好きなの。うん、うん、でもいいじゃん、こう1個食べるときに、うん、ね、あれかしないから。別になんかどっちも好きなの。うん、うん、しなしなしか勝たん。あれあれええね、充電器持ってる。持ってるけど、使ってるけど、配信してるけど。知ってる。あ、まあ、見てたの。なんで、なんでいるの、なんでいるの。隣で配信してる。え、誰と誰と。え、あの、ここ見今からココミとします。やめて、宣伝しないで。なんで同じ。え、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 ルーナ、ルーナ、ルーナ、イエーイ。借りに行きました、充電器。じゃあ後で見てください。やめますよ。行かないでください。びっくりした、先輩が来たのかと思った。うん、うん、じゃあみんなが行かないように。あ、じゃあ、あの生写真の、生写真のせん、なんていうの、うん、いいのかな。え、いいんだよ。うん、か、告知があったんですけど、ここで花ちゃんのスペシャル、スペシャル大ヒント。大ヒント。スペシャル、スペシャルコメントどうぞ。そうですよね、トナカイ、トナカイ生写真、12期生くじもありますね、はい、モバイルの。見ましたか。まあ、12期生のくじはまあまあまあ普通です。うん、トナカイ、私めちゃめちゃ露出。そうなんですよ、死ぬほど。そうなの、肌出てて、花の肌が出てるの、出てるの、死ぬほど肌が出てて。そうなの。うん、うん、ぜひ花の生写真。ほら、何ですとって言ってる。ほら、本当に死ぬほど肌出てて。そう、花の、花の花がね、もうね、ちょくちょくこう見えてるわけだから、ぜひ。なんかそう、ちょっとそう、ちょっと恥ずかしいんですけど、恥ずかしいんですけどね。恥ずかしい、恥ずかしいんだよ。ほら、買うって、買うねば。
ほら言ってる。本当に？なんかもう多分12期の中で同じ衣装着た子でもいるよね多分。誰だろうね。でも一人ぐらいかもしれない。なんか分かんないけど。ちょっと本当に今まで着たことのないくらいの露出案件だったので、ぜひ花のダメ写真ゲットしてください。お願いします。あ、私はお子ちゃまと仲良いなので。全然違います、ね。サタンも可愛いです。サタン、お子ちゃまと仲良いだから。え、ランダムだっけ？わかんない。ランダムだったかな？いや、ランダムだと思う。え、ランダムじゃないのもあるの？見て。なんで？わざとい。ちょっとあざといことしちゃったからみんなイヤニャンとココミの方には行かないでね。そうだね。お願いね。こういうあざとさが見れるのはここの配信だけですよ。サラもできる。サラもできる。サラできない。変形編ランダムだって。え、そうなの？あ、じゃあもうね、もう当たりだよ。うん。誰推しでも花が当たったら当たり。そうだ。ほら、当たり。うん。あれ、大人と仲居が見たいって、子供と仲居は異様なしだって。個別なら買います。じゃあ今度個別のやつ出たら買ってください。そう、12期のくじ。A 賞がドキュメンタリー映像。うん。B 賞が、うわ、なんだ。個別動画みたいなやつだね。うん、C 賞がサイン入りチェキ。うん。D 賞がデジタルサイン付き、なんだっけ、なんちゃら。全然覚えてない。E がなんかで、F が壁紙ですね。ぜひ、ぜひぜひ。ほんほんほん。え？お前、あ、うん。はあ、ケーキ。はあ、うん。うんうん。はい。はい。の。の。うん、そうだね。みんなに。の。みんなへの初サインだね。うん。サイン見たことないですよね。そうだね。もうちょっとカメラさ、ほらほら見てると歌いなくて。さあ、もう見たいんだね。やだ！二窓しないと見れないっていうやつを作り上げてるわけ。あ、二窓しないと見れないっていうのを作り上げてるわけ。作り上げてる。そういうやつ。もうサイン決まってるよねー。サイン決まってるよ。こんばんは。うん。あ、質問ください。質問。うん。うん。うん。どうですか。はよ。うん。二人はいつから。いつから仲いいんですか。チューしてからです。チューしてからです。チューしてから、はい。何も聞かないでください。チューしただけです。お互いの第一印象は、はい、どうぞ。オーディションで受かると思ってた子がいるな。うん。母の第一印象はあれですね。一番最初の顔合わせのレッスンの最後に集合写真を撮ったんですよ。12期全員で。で、その写真を見て、その名前を覚えたの、サラ。うん。その時に
ママに見せたらこの子かわいいって言ってたのがハナで、あ、この子はかわいい子って思いました。やっとね、ジュースのまではね、こんな、サラがなんか話しかけてもそんなになんか返してくれないっていうか、なんかなんだっけ、最初のボイトレかなんかの時にサラがあのハナに、あ、ハナみたいな感じで抱きつきに行ったんですよ。そしたら、うん、みたいな顔されて、ハナになんか、うん、って顔されて、あ、やばい、切られてるって思ったら、チューしたら仲良くなった。なんか、ジャムだって、だってさ、こっちからしたらさ、うん、待って、絶対分かるって確信してる子なんてさ、うん、だってそんな、可愛いから確信してるってわけじゃないか、分かるでしょ、うん、可愛いって思ってたから確信してたわけじゃん。うん、で、なんかちょっと薄々この子ハナのこと好きなのかなって思ってたけど、なんか正直さ、だって釣り合うと思ってなかった。うん、自分がもうね、サラがこうだと思ったから、うん、なんかなんでこの子がハナのこと好きになったのか意味がわからないって、うん。え？でね、なんか。え、何、なんでってなってて、あ、謎、ハテナだった、うんうん、びっくりした何を見せられてるんだろう初めてのチュー流れちゃったね、うん、本日うまいな。え、確かになんか恋愛してるみたい、うん、やば。キューン。サラが壁につくとこ隠す。隠してんの？うん。何て食べてんの？え、隠してんの？うん。うん。うん。ハンバーガーを食べるとカエル化するらしい。カエル化した？みんな。違う、そういうことじゃなくて、なんか。好きな人がハンバーガー食べるところってカエル化しやすいらしいですよ。カエル化してほしくない。でもハナはそれが可愛いからいいの。でもサラはもしかしたらもうなんかもう怪獣のようにかぶりついてるかもしれないじゃないですか。そんなわけないだから隠しとこうと。マジでしょ。わかんないじゃん、この横でさ、横でめちゃくちゃかぶりついてるかもしれないじゃないですか。でも見せたくないかなって思って、口が顔の半分くらいだったかもしれない。え、そうだから怖いじゃん、そしたらなんかタバコで飲んでるところは嫌だ。あ、隠してるね、いつも、うん、それは隠したいよ。いや、だってさ、なんでかってさ、うん、水じゃん、大体飲んでるの、うん、飲んだ時にさ、その水の向こう側のペットボトルのそこからさ、自分の顔が見えるかもしれないけど。わかる。うん。なんかわかる。まあやっぱさ、ね。なんでちょっと画角を左に。うんうん。うん。ちょっとだけ。うん。どう？いいよ。うん。こんばんは。こんばんは。横腹こちょこちょしていてさ、この間さ、あの部屋で会議室でやってた時にさ、うん、めちゃ来てたよね。うん、嫌です、手が汚いので。食べるのを見てカエル化するなら本当に好きではないよね。じゃあ本当に好きなんですか？そうでしょうよ。こんな時間から見てくれてるなんて本当に好きだよ。それだけで食欲足りますか？なんとお菓子がいっぱいあります。はい、私はお昼ご飯、私グラボロがめちゃくちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きでめっちゃ好きだからお昼ご飯を抜いてきました。うらすぎ。
あのグラコロの美味しさを最大限に感じるため。好きだよだって。キュンキュンキュン。あ、うん、始まった。みんな行かないで。行ったらおこだよ。グラコロ胃もたれレベル何個ぐらいですか。え、1。うん、ほら、ありがとうございます。ほとんどから来ます。ありがとうございます。頑張ってお仕事。ミラ袋かわいい。気合入ってるから。チャイにも言って。涙袋かわいい。うん。二人で お出かけは、あのブログに書いたさあの誕生日デートだけ。うん、まだほんのけ。まあ今は忙しいから。うん。そうだ、今は忙しいから。そう、なんか、え、でもさ、忙しさを理由にデートに行かないのは違うんじゃない、花。でもさ、それはさ、会ってなかった違うじゃん、だってさ、それはさ、あの、あれじゃない、あの、1週間に1回とかも会ってなかったら、だけど会ってんじゃん。会ってるけど、まあ、昨日もレッスン前デートをしました。あれはデートって言わないよ。レッスンデート、自主練デート。デートとは言わないよねあれは。自主練をデートと呼ぶの、花は。まあ二人きりの密室だったからそうだ、密室だった一応、うん、誰にも見られない密室。うん、何をしてたか秘密で。なんだそれ。なんて言った、なんて言った、なんて言った。え、なんだそれ。二人でハート作って。あー、あとだるま、ありがとう。サタンめんどくさい女だって。そんなことないね。うん、言わせてるみたいになっちゃった。ん、言わせてるみたい。うん、言わせてないよ。どちらかというと肌の方が重いからね。肌の方がめんどくさいかもしれない。うち、ん、に秘めためんどくささがあるよね、肌。うん、うん、秘められてない。いや、あれ、うん、あんまり出さないもん、こういうところに。あ、ここだよね、うん、ここでは出さないんですって。うん。さあ、さあ、さあ、はーちゃん秘めてなくないって言った。うん、秘めてないかも。秘めきれないんだって。意味がわかんない。なんでますか？サラちゃん、ココアちゃんもだもんね。違うの、ココアちゃんは友達なの、肌は恋人なの。でも違うじゃん、友達の好きと恋人の好きは違うじゃんね。うん、うん、そういうこと、そういうこと。でもやっぱり友達にも嫉妬しちゃうのが夫婦から恋人に降格してるって言った。ごめんなさい、違う違う違う。夫婦、いい夫婦の日、いい夫婦の日。まあ、花菜に喜んでる。でも、まあ、こういうことなんですよ。そうなの、もう花菜は僕のものですが、だって。あなた花菜倒しちゃないでしょ。まあ、知ってるよ、サラ。今日の花菜いつもより可愛く見えるって。好きな人と一緒にいるから乙女やんマジで。そうそう、ラブとライク。花が昔刈り上げたの知ってるよ。うん、
みんなより先に知ったよ。マウント。結婚してだって、せーので返そう。いいよ。でも、話押し、まあ、確認一回入りました。いきます。いや、返すよ。せーので返すよ。せーの。やだ。あれ、花断るんだ。だって、花のことを12期で、あの、一番推してる人じゃないと結婚はしない。まあ、さらに送ってきてるからね。うん、そしたら結婚しちゃう。じゃあ一緒に答えようか。うん、せーの。やだ。OK。 え、サータンが奥さんだよ。うん。サータンが奥さんだけど、花の方がお母さんっぽいよ。うん。どうしようね、うん、変える。でも変えると違う気がする。うん、ハーが旦那はちょっとなんか、うん、違うね。うん、変なんだよね。うん、母は娘っぽい。え、どっちが娘？サラか。うん、娘はミユちゃんじゃない？ミユちゃん、うん、なんかそうかな。私さ、ミユちゃんのニックネームミユちゃんって知らなかったんだけど。え、そうなの？公式？うん、ミユちゃん、ミユちゃんらしい。え、ミユってな、長し、長棒？それでもいい？じゃあいいかな。そうなの？なんかだってブログさ、ミユちゃんブログって。あ、そうなの？ミユちゃんの日だったから。あ、そうなの？うん、ミユちゃんはミユちゃんだからさ。そうなの？だからさ、花がさ、みやみちゃんのことをみーたんみーたん言ってると、うん、なんかみゆちゃんって言われるの。あ、変えた方がいいんじゃない？うん、やっぱビームでいいんだよ、ビーム。ビームか。うん、まあビームか。やっほー、ビーム公式だよね。うん、ミヤビームじゃなかった？で、え、ミヤミちゃんもさ、うん、ニックネームもう一個なかったっけ？え、そうなの？何だったっけ？かわいい、ありがとう。こんにちは、花なのね。金曜は美味しかったです。なんか、なんだっけ、アジアっぽい味がした。うん、韓国？アジアっぽい味。あ、アジアっぽい味。あ、美味しい。簡単にあげる。あーあ、ごめんなさい、ごめんなさい、先端、はい。先端、はい、うん、あ、みやみちゃんもみーちゃんやと。そうなの？いや、これ別にみーちゃんでもいいんか。こんばんは。でもなんかいっぱいさ、みやびーの、みやびーの、みやびーの、ミヤビームの、ミヤビームの方が印象強いよね。うん、ビーム。僕は牛丼食べてるよ。いいね。うんね。私たちはマック食べてます。いいね。でもさ、もしさ13期生とか入ってきてさ、うん、ビーム先輩、ビーム先輩って言われたら、ミヤちゃんなんて呼ばれたいかによるって。
えでも分かんなくない、もしかしたらビーム先輩今日の公演すごく良かったですって言われたら、ありがとうございますはあちゃんって呼ばれることないないの、ない。じゃあサラが言ってあげる、はあちゃん、うん、はあちゃんってキャラじゃなくない、結構さ、なんか、え、名前に文字あるあるだと思うんだけどさ、うん、めちゃ呼び捨てで呼ばれん、え、そうなの、違う分かんない、岐阜あるあるかも、あ、岐阜あるあるかな、うん、なんか、そう、なんかさ、学校でさ、やっぱり中学生とかになるとさ、うん、仲良くない人、あ、なんかあんまりちょっと微妙な関係の人とかってさ、うん、苗字呼びに変わったりするじゃん、うん、嫌だった、苗字呼び、なんか私全然喋ったことない人からも花って呼ばれてたの、やめてほしかった、全然話したことないのに、うん、なんか花って呼ばれる、多分なんていうの、友達の友達みたいな、花って呼ばれるの、うん、え、サラはサラさんって呼ばれてた、サラさん鈴木さんとかでもなく、うん、サラさんって呼ばれてた、え、で、すごいそれが嫌でやめてって言うんだけど、一緒しか話したことないのに花ちゃんって呼んでごめんなさい違うの違うの違うの、なんて言うの、なんかな、わかる、なんかわかるよね、うん、でもさ、存在は認識してるじゃん、だってうん、そう、存在認識して、まあいいんだけどさ、別に、うん、なんか、同じコミュニティの中でそれをやられるのが嫌だったっていう話、うんうん、そうそうそう、ね、いいです、いいです、全然花呼びいいのに、ということ、サッタンスーパー GC って何、こんな JK だよ、あ、あれだよね、今今、あの、中国で流行っちゃってるあれなんだっけ、五文字のダニみたいなやつ、うん、なんだっけ、わかる、トラコ、トラコジラミみたいなやつ、トコジラミだ、ね、トラコスーパートコジラミとかけてます？何スーパートコジラミって、え、なんかめっちゃでかくて、うん、ペットとか人の血吸っちゃってみたい なでっかいトコジラミがいるんだって、トコジラミがさ流行ってるのかさトコジラミって言わないでトコジラミ、 あれなんだっけ、あのシーン、うんうんうん、シーンでめっちゃトコジラミみたいな、トコジラミンって何、トコジラミンって言ったつもりなんだけど、トコジラミン、なんか流して言うとトコジラミンちょっと待って、寒くない？寒い、暖房つけていいかな、え、つけよう、薬効かないんだ、薬効かないんだって、トコジラミン、え、マジ？サタンって意外となんて書いてある、これ白、何？博識？何？どういうこと？物知り？はあ、なるほどね。うんうんうん。そうだよ。トコジラミン、ココミン、確かにココミンみたい。なんかそれを、そのトコジラミンが流行ってきてるのを見てから、もう夜寝るの怖くて。夜行性だから夜に出てくるのって。うん。うん、なん怖くて。なんか。絶対いないはずなのに痒くなってくるの、体がふふってなってくるの、わかります、誰か、わかります、痒くなってきちゃうの、わからなかった、わかりませんって言われた、寒い、本当に寒いよね、寒い、サタン後ろ後ろ、トコジラ見ないよ、トコジラ見ないよ何を後ろに折ってもわからんくない、スーパートコジラ見だ、トコジラ見、後ろにスーパートコジラ見、 ジラ見いる、頭ジラミ、頭ジラミ、頭のジラミ、頭ジラミも血吸うの、絶対いないよ、嘘じゃない、トコジラ見だけだよね、うん、何なんか、何かに
あなたはいつもこんな感じ。うん、愉快な子。うん、清楚。まだ清楚キャラ貫くの。うん、もち。あ、なんかこういうトコジラミ見えてきた。スーパートコジラミ。はい、はい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 、こんばんは、こんばんは。おかしいよ、もうこんばんは、ワン今日の語尾ワンつけてたみたいに、なんだ寒いわって言っとったんやけど、何話してんの。いや、ここまで来る時にさ、なんか、うん、ワンってたなんか偶然言ってもって、なんかこれは変えるかみたいな。ありますよね。見たでしょ。なんとかワンはカエル化しないよね。かわいい。こんにちは、花の初見さん、ありがとうございます。清楚キャラって言われてますやんって言われて、ありがとう。このキャラって言わないの。言ってない。今言って、今。サラは、サラはベリーベリー清楚。ベリーベリー清楚だって。ベリーベリー清楚。普段から、はい、だからベリーベリー清楚、うん、そしてベリキュー、うん、そうそうそう。いや、あのね、テンションが上がると愉快になるんだよね。うん、そう。で、黙ってると本当に黙ってる、ね、レッスンの時とか清楚でしょ。うん、うん、おとなしくなってるね。おとなしいと清楚なの。うん、そんなこと言ったら、喋らなかったらってまた言われるよ。拗ねてるよ。うん、ゾウモの人がいっぱい。この時間だから。おいしい、ありがとうございます。うん、おいしいよ、おいしいよ。フォローありがとうございますよ。ポッキー開けてもいい？キャラメルだキャラメルだ。さあ、それこの間買っちゃおうか迷ったけどね、買わなかった。え、そうなの。ハンを買おうかずっと迷ったの。うん、だからフォローありがとうございますよ。あ、逆にさらに結構前からある。キャラメル大好き、キャラメル味が好き。それな、わかる。とヤニャン配信って珍しいね。ね。ね。うん。珍ピー。何？アイドルが話す話題？何が？期間限定ボッキー？ポッキーゲームするかい？するって。花がポッキーゲームしてくれるってみんなと。いいよ。はい。もうちょっと平行に。なあ、もういいね、いいね、いいね。こっちでもお願いします。うん、もっと平行。うん、なんだこれ。なんかいいですね。うまっ、これ。ちょっとこれは白肌でポッキーゲームしたら多分バンされるからやめます。バンされると思う。うん、バンされるわ。うん、めっちゃうまいわこれ。やばい、花ちゃんとポッキーゲームしていいんですか。ダメです。ダメ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 。テンションです。こんばんは。サタもポッキーゲームしてあげようか。いいよ、待って、サラリアのポッキーゲームでいい。もらっちゃってできない。
いくよ。何をやった。え、縦じゃなくて横派なんだよね。横ってすぐチュッてしちゃうじゃん。ちょちょ、横にこうやって食べ始めるわけよ。ほっぺくつぐってこと？あ、そうそうそう。えって言われた。それいいな、もう。なんかと味が似てる。プレッツェル。うん。あ、最近食べたポップコーンだ。最近食べたキャラメルポップコーンに味が似てる。うん、キャラメルポップコーンって言おうと思って。後出しじゃんけん、うん、後出しじゃんけん。うん、ミラボールありがとう。もミラーボールだ。うん、仕事終わったの。お疲れ様です。お疲れ様です。え、はぁやろ。いいよ。食べながらできそうな、いいはぁやろ。マスコミフェで止められてる。企画が始まりました。イエーイ。イエーイ。見せてください。今からやるのはハっていうゲーム。うん、はっていうゲーム、うん、はっていうゲームもやっていきます。さあ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 、絶対こっちから開けた方がよかったな。どっちもやるよ、交互にね。そういうゲームだよね。うん、多分。さあ、やったことない、見たことあるけど、でも正直やったことないか。一回ぐらいしかやったことない。なにこれ、待ってね。カードはこれで、それこれ多分一枚ずつ投票用カードとか。 でもさ、これさ、投票する必要なくない？一人しかいないし、答える人。確かに分かんないけど、用途が。ちょっと一旦これを読めばいいのか。はい、初めん入ってるもの、お題カード、ルール説明お願いします。はい、お題カードでしょ、うん、お題カード1枚選んだらアクトカードを使って各プレイヤーにお題のシチュエーションを割り当てます。つまってないよ。ちょっと待ってね。とりあえずお題カードを分けて、前髪短い、気になっちゃう、気になっちゃう。もうすぐ1枚なんだ。アクトカードを使ってカップルにお題のシチュエーションを割り当てます。ああ、各プレイヤーにお題のシチュエーションを割り当てます。あ、そういうこと。これ1枚引いて、うん、あ、 ABCD みたいな。で、このアクトカードに書いてあるから、これでこうやって、あ、なるほどね。で、それをやってお互いに当てるってことかな、うん、で、それを多分何回も、これやめよ、これやめよ。これやめとこ、うん、アイドルだから。確かに。で、これで、なんだっけ、全プレイヤーの演技が終わったら正解発表です。待って、罰ゲームあるのって言ってる。罰ゲーム考えてない、何も。じゃあなんか罰ゲーム言ってください。そうだ、この時になった。さあちゃん、さあちゃん、何？何？なんだい？一番最近ハート言った人がステアートプレイヤーです。だって、え、それハート言わないわ。ため息つくと幸せが逃げるからね。なんか、え、これじゃあ使わなくてもいい？うん、普通に当てるだけでいい、うん、じゃあこれはこうで、これこのアクトカードあって、
お題カードあって、で、このお題カードにお題が書いてあるから、そのお題をなんだっけ、あ、文字列にしよう。やだ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 、そのお題を読まないようにしてたのに、だって花は文字列毎日言ってるから罰ゲームじゃないよ確かにそれはそう、文字、なんだっけ、チャラだけだから、その罰ゲームは。そうだね。でもあれじゃない、絶対に言わないシチュエーションの萌え台詞だったら私もあんまり言わないから。あ、じゃあその勝った人が決めるってことでしょ。うん、そうしよう。勝った人が相手に、なんだっけ、あ、そう、このカードがあるの、お題カードと。で、お題カードに書いてあって、このアクトカードは ABC が書いてあるの。だからその ABC、 あ、こっちでもお願いします。例えばさ、このさっき抜いたやつだと、あ、ごめんなさい、汚いの写しちゃって。抜いたやつやらないから、例えばこのこれとかだったら、ここに ABCD って書いてあるじゃん、ここにね。で、そのこれで引いたアルファベットのやつをやるってことで、当たったら成功みたいなやつです。それではやっていきましょう。ちょっとシャッフルしようか。どっちがどっち、どっちが先にやる、じゃんけんしようか。いいよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、こっち映しちゃって、ごめんなさい。いいよ。判定は視聴者、視聴者も花たちも、花たちっていうかやってない人も。で、アクトカードもさっき A って見えちゃったね。これさ、負けたらってさ、どっちが負けたらにする、当てれなかったらにする、はい。じゃあまず1回目のテーマカードいきますよ。結婚式やだ、いいよ。うん、1個目はこれ、うーんです。見える？うん、うん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 、投票する？投票にしてはなんかでかくない？うん、多い、でかい、でかい、あの規模がでかい、わかる、うん、多い。よし、ってことで、うんうんうん、どっちからってこと？花から、花から。花はさらに見せちゃダメってことだもんね。はい、できた。いくよ。うん、うん、これ1回までおかわり OK？ うん、そうしよう。うわー、3択、3択もある。3択、今のとこサラの予想は、あ、でもこっちで、こっちでも見えるようにやって。うん、うん、うん、うん。なんか花こうやって普段から言うの、うん、え、予想は納得の、うんか我慢はしてない、うんざりもしてない、違うな、もう違う、しぶしぶじゃない。あ、C です、 C ですね。私の答えは納得のうんです。はい、ファイナルアンサー。はい、正解はじゃーん、イエーイ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 、 C でした。イエーイ、ということでということで、これはこれはサラが次、あ、まだまだ、あれ何回、何点制？5回やって お互いに5回やる。で、多いね、3回でしょ。じゃあ3回ですよ、うん、じゃあ合計6回やるってこと。うん、うん、OK、OK、OK。で、1回目、サラ、勝利。はい、見ていいよ。じゃん、あ、ハーです。
はぁですね、うん、はい、うん、え、難しいこれ、ねえ、これそのまま戻したかもしれない。何や、え、違う、混ぜないって、混ぜないんだ、そのまま戻ってた、うん、まあ、サータン名女優なんで頑張ります。うん、なんかこれ、うん、お塩みたいなのついてるね、うん、塩キャラメルだからね、おいしいです。はいはい、うん、あ、選択肢が見えん、ちょっと待ってね、いきます。はぁ、あ、なんで笑ってんの。うん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 、え、でもちょっとなんかなんか、はい、こっちでも、いや、見えるようになった、ちゃんと。え、難しくない？難しくない、ほんと？うん、あ、今のところ2個、うん、はい、言って、何？関心の歯か、うん、驚きの歯、うん、さあ、さあさあさあ、やってから選択肢、選択肢、はい、はい、みんなは何だと思いますか。何だと思いますか。私は今のところ一番は関心の歯だと思ってる。はい、時間きますよ。いい、もう、うん、F？ とぼけ？嘘でしょ、驚き？ちょっと待って、ダメだよ、コメント見たらダメだよね。サラさっき見てないよコメント。え、でも私は関心だと思う。え、どうしよう、違うかも。まあ、これは3回もあるからね。 OK、 じゃあ私の答えは D の関心の歯ほうです。正解は、イエーイ、あれ違う、驚きです、イエーイ。イエーイ、驚きは、あ、驚きです、あ、驚きです、 G、 驚きです、イエーイ。嘘でしょ。え、でも結構わかりやすかったかなって思って、はぁ、あ、目が大事、はぁ、え、そうか、うん、OK、はい、今のところ1対0で、そうだね、うん、イエーイ、勝利が近づいてきたよ、イエーイ。え、なに、花も名女優にならなきゃいけないってこと。そうだね、その殻を破る時が来たと思う。来たよ、ねえ、ねえ、引きがいいね、花、皆さんが求めてるやつです。よかった、サラじゃなくて。次のお題はこちら、好きですね、好き、よかったね、好きだって合法的に好きって言われちゃうね。 OK、 じゃあちょっと。いや、なになに。え、でも言ってほしいのは決まってるもん。え、ちょ、変えてもいい。あ、なるほどね、あ、いいよ。ちょっとこれは見せてもいいんだけどさ、うん、嫌じゃない。いや、こっちの方が嫌かなって思う。あ、それも嫌だ。
じゃあやめよう。やめよう。うん、それやめよう。さあ、たやんないよ。うん。オッケー。はい。待って、おかしい。うん。じゃあ行きますね。好き。いやでもでも A か F だと思うんだよ。A か F だと俺もじゃないよ。俺もってなんだよ。え、ちょっと待って、え、 A かちょっとピンとグッとくる好きか私のこと本当に好きか。え、でもこの私のことって何、サラのことを好きっていうことですか。これはいいよ、分からなかったらもう一回言うよ。でももう一回ちょっと誇張しても言える。はい、はい、難しいな。これちょっと待ってね。好き。あ、分かった、もう分かった、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 分かりました。 F です。私のこと本当に好き。多分これサラのこと好きな気持ちが表れてたと思う。結構え、とか言ってこれ間違ってたら恥ずかしい、恥ずかしいんだけど。俺もじゃないよ。俺もって言ってる人すごいいっぱいいるんだけど。みんなのこと好きなんだね。いやでもグッとくるとはなんか違う。これでハングッとくるの好きを言ってたのならば、もうハナはあの名女優にはなれないと思う。グッとこなかったからね。うん、グッとこないから。いたずらっぽくもない。さりげな、さりげなかったらもっとさりげなく言うよね。だから F だね。私のこと本当に好き。はい、ファイナルアンサー。はい、正解はじゃん、いいでした。え、色っぽい好き。うん、ちょっと全然色っぽくないよ。色っぽくないよ。なんかだってさ、うん、そんな色っぽくってさ、うん、どうやってやればいいか分かんないじゃん。分かんない、さあもう17歳だからまだ分かんない。だから視線を下から上にしたの。それが本当にサラのこと好きなのか。いやいやいや、いや好きだけど、好きなんだ、本当に好きだけど、でもなんかみたいな、なんかちょっとなんかお色気お姉さんみたいな、なんか待って、うふって感じていかないとダメだよ。一応言ってよ。やだやだやってよ、やだ、言ってよ、違う、やだね、黒歴史がちょデジタルコピーでした。なんかもうちょっと落ち着いた感じの大人のなんかバーとかでこうやってやってて好き。いやでもそれなら違くないですか。それ違うよ。色っぽいっていうのはもっとなんかうふみたいな感じ。うふの色っぽいはさ、わざとでしょ、絶対。17歳はそれぐらいしかまだ分かんないっていうことですよ。これはまあ、まあね、もう仕方ない。仕方なかったよ。19歳でも別に本当の色気は分かんないけど。まだだってね、それ未成年だから分かんない。成人だから。なんであんなが分かる。はい、じゃあ次いきます。1対1ってことね、今、うん、1対1。はい、あとえ、あ、ちょっと待って、これやめよう。やめよう、これやめよう。これダメだ、これたまにあのダメなやつが入ってくるんです。すいません。はい、あ、いいね。私の口癖出ました、うん、そんな。私よくそんなそんなそんなってずっと言ってるから。そんなですね。はい、でこちら、え、上に抜けてない、抜けてない、シャッフルした。うんうんうん。これ自動画に挟まれてる。でもこれ難しいと思う。なんかそんなって難しいよ。難しいよ。いきまーす。はい。そんなー。皆さんも考えてください。こうやってやると本当にね。ね、
美容系 YouTuber になってき、あーごめんなさい、美容系動画サイト動画サイト投稿主、私たちさ配信してない時にさその、うん、さ配信サイトの動画がさ見れるようになってるじゃんか、あそうなのに言っちゃダメなのって思って、でも言っちゃダメってあんま聞いたことないけど、はい皆さんも考えてください、めっちゃ難しい、え私は C だと思う、うん、でもこれで自動ドアに挟まれてが来たらめっちゃおもろいけどまあそれ面白担当だしね、え値段が高く信じる、え私は C だと思った、まあ何でもいいですよ、何でもいいですよ、 B と予想です、落ちた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 、危ない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 、あーカードか、もう一回見せて、花は C だと思う、どうしよう違ったら、え、ダメじゃん、はい、あ、こっちに、はい、ございますか、あ見ちゃダメなのA はないと、え難しい、照れてはないじゃん、そう追い詰められてももうちょっと追い詰められてると思うし、落ち込んでも違う、驚いてでも違う、難しいけどC だよね、分かった、花は分かった、答え決まった、はい正解は C です、てててて、負けられない戦いがここにある、何対何ってこと、1対2 1対1 1対1だよね、でもさなんか計算の仕方がおかしくない、まだ2ターン目なのかな、花からやってるから1対1じゃない、あ1対1だ、1対1ラスト次で決まる、そっか次のターンで決まる、そうだね、うん、いや負けられない戦い、ほらサータンの演技が上手いからだって、ありがとう、サータンの演技上手いから分かっちゃうんだよね分かっちゃうんだよね、はいいい、はい、てあーなるほどね、うんうんうん、うんうん、はいはいはい、今回次はこちら、なんか言うっていうよりね振り向いて表情だね、うん振り向きざま、ほう振り向いちゃってです、はい、そしてシャッフルしたっけ、はわかんない、なんか腹立つって怖いだけど、ちょっとなんかなんか演技うまいからだよねって言ってたからじゃあ行きまーすん、ああなるほどね、はい、これは手とかなしの方がいいよね、え全然、あ振り向きと表情のみだって、そうだね、はい、どっちに向かってやればいいの、どっちも映るようにお願いします、えこのこっちに向かってやればいいの、さらに向かってしまって、いきますよ、はい、かわいい、みんなわかった、かわいい、え、わかる、かわいいもんだって、みんなわかった、これはいや、たぶん G か H なんですよ、これもう完全にもう私はわかってる、この G か H なんですけど、
の思ってるモデルっていうのはもしかしたらめちゃくちゃ可愛い系のモデルなのかもしれないと思うと、普通に G だと思うんですよ、ぶりっ子風に。でも肌のぶりっ子はもうちょっといける気がしなくもないからちょっとなんだろう、ちょっと弱かったかな。肌のぶりっ子にしては弱いの。かといってモデルかって言われると、なもうちょっとモデルって言われたらキメキメにすると思うんですよ。え、違う、でも肌の、違う、肌の思ってるモデルが何なのかっていう話なんですよ。皆さん分かりますか、この私が言ってることね。友達に声をかけられてこんな顔はしないはず、さすがに。もっとえみたいな顔してるはずえみたいな顔するはずだから。違う、後ろに事件起きてない、財布も落としてない、靴を踏まれてない。靴踏まれてこんな笑ってたよやばい。幽霊はないね、不気味もない。でやっぱぶりっ子かモデルかっていうアメ探偵サナンなんですけれども、チクタクチクタク、ちょっと もう一回あ、ぶりっ子だ。はい、G です。ファイナルアンサー、はい、正解は G でした。え、待って、これそれ勝ったんじゃない？いや、まだ1回やってないから同点になる可能性あるから。あ、そういうことか、うん、あ、同点だったらもう、え、だからサラがもう罰ゲームする可能性はなくなった。ハナがするかどっちもしないかっていう話なんですよ。やったねはい、はい、はい、じゃあサラいきまーす、うん、お題これ言わなくていい？あ、いいね、これ研究生として自己紹介っていうのはね大事なんですよ。めっちゃいいね、いいの当てました。自己紹介は大事なんですよ。まあまあまあ、え、でもこれちょっと思うんですけど、あの全部さらに一応当てはまってるんだよね、まあ、ヒーロー、さらヒーローだしクールでもあるし、よくクールって言われるんでクールもあるし、天才っぽくって言われたらもうさらなんですよ。天才はね、超美形でっていうのはちょっとむずいですけど、普通に、うん、簡単じゃん。超美形で自己紹介ってさ、何どういうこと？はい、じゃあ行きます。シャッフルしましたね、うん、はい、ちょっと待ってね。怪力男でって何いきます。え、むずい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 むずすぎる。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。本当にむずい。本当にむずい。はい、いきます。これ、え、サラって言えばいいんだよね。うん。フルネーム。どっちもいいよ、どっちの方が言いやすいからね。サラです。はい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 、考えてください。考えて、はい、考えて。めっちゃ普通じゃなかった今考えて。ヒーロー、セクシー、悪役、天才、クール、怪力、超美形、普通です。でも、むずいって言ってたから、え、そこも含めて演技それはしてない、ね、むずいって言ってたから、うん、普通にさっきわかんないって言ったセクシーか超美形か普通に普通か BGH のどれかだと思うんだけど、え、もう一回もう一回、うん、やって、できるかな。サラです。
思うの？なんか普通にはない気がした。何かやろうとしてる感じがした。うん、セクシーも違う気がした。うん、ちょっとヒーロー味を感じ始めたのさあ、なんでしょう、生き生きしてる感じがあった。そうですってうん、ちょっと、でもこれ間違ったら鼻燃え出るよ。うん、そんな嫌じゃないでしょ。でも鼻が否定してくれるでしょ。うん、なんかめっちゃ変なこと言う。言わないよ、言わない言わない。え、終わったの？終わった。ほらよ、そう、だってココミ8時前だから。うん、また来ました。何これ、何これ、あ、いや、着な、もういいよ、帰りな、あかんだけど、帰ってから、ちょ、これなんだと思うって思ってさ、何これ、なんか今やってんだけど、自己紹介、サラのターンで、うん、サラが今、この ABCD、うんうん、A から H までのどれかをやってるんだけど、うん、それ当てなきゃいけなくて、あ、そういうこと、あ、ここ見に来たここ見、映って大丈夫、映って大丈夫、まだ大丈夫。え、ガチじゃん、めっちゃね、すごい、みんな来た。じゃあ、サラもう一回言うね。うん、あ、そう、みんな当てても、うん、8時まで行くわ。いきまーす、サラです。え、待って、変わったよね待って、なになになに、そう、これのどれかな、うるさいな、サラさん、うるさいな、どういうの、 D、 天才、いや、天才じゃないやろ、待って待って、 H、 Hエイジ？いや、え、普通ではなくない？なんかしようとするかもない。え、じゃあ、A な気がする。え、そう、A か、でも怪力男はもうなくなったの。あ、そうなの？怪力男はさっきちょっとなんか声太って、なんか、そうですみたいな感じだったから、なんか、怪力男もあるかなと思ったけど、ない。ヒーロー。え、ヒーローはヒーローだけど。超美系、どっちか。いや、ヒーローやな。で、その始まる前に、むずいむずいって言ってたの。あー。え、じゃあ、G。じゃあ、G にしよう。オッケー、私たちの答えは G です。正解はじゃん、あれ普通です。サラです。え、でもね、ほら、トカミは分かってくれてるの、分かってくれてるの。え、だって普通だったらもっとさ、なんかだってもうちょっと落ち着いてんじゃん、うん、みんなの前とかの自己紹介、鈴木さらです。なんか普通、え、違う違う、普通を演じようとすると難しくて、なんか、鈴木さらです。で、いやいやは、かわいい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 、18歳、愛犬女子です。17歳ですよ。16歳よ、うん、あ、この間のミカの置き方で、河村、いや、さっきやらって言われたの、あと前に出るとき、やってた、やってたよ、やってたよ、やってたよ、何わかる、わかる、わかる、フラフープの真似して、フラフープ、何フラフープの真似、フラフープ、フラフープの真似、顔つき、こうやってこうやってやってた、こうやって罰ゲーム決まったから、もう2人にやってもらおうかな。え、なんでだね、関係なく2人にやってもらいます。そうだ、もう2人にやってもらったらいいよ、はい、あ、じゃあ嘘、はい、嘘だそうです、お題。じゃあこれは どっちにしよう、ココミにしよう、先ココミにしよう、ココミやろうか、時間やばいからね、からうん、あ、じゃあこれ引いてください、え、これデータのやればいいの、うん、そう、データアルファベットもやればいい、見ちゃダメ、はい、みんな見ちゃダメよ、あ、いいよいいよ、めっちゃいい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 とかあんの、あれと、はい、え、ちょっともう一回見せて、もう一回見せて、あ、いいよ、はい、え、これはなんか演技とかしていいの、演技するやつ、え、もうめちゃくちゃ演技していいの、めちゃくちゃ演技できるやつ、そうそうそう、声と表情だけみたいな感じ、あと嘘、あ、じゃあ動きはなし、うん、いくよ、うん、嘘いいじゃないこれ。でも B もある気がするんだけど。それをなくして、あ、ある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 。
ビーガン。いや、いい、いいな気がする。いやはいい。じゃあ、もう一回、もう一回行こうよ、もう一回。もう一回行こう、はい、もう一回お願いします。もう一回、うん、嘘。いや、いい、いい、いい、顔。顔とかもちゃんと、今も。もう一回、もう一回。嘘。なんかさ、下向いてるんだけど、うん、いや、これは財布なんじゃない、うん、財布なんけど財布だね、うん、A です A だよ、 A は B だから、はい、いきます、はい、B ですあ、じゃあ次、はい、岩井ちゃん、はい、岩井にやったんです、なんで、はい、なんでなんで、なんで、はい、なんでですね、なんでって言えばいいのね、福井やん、ね、なんでって言ってるね、なに、うん、ね、なに、絶対 H じゃん、絶対 H だよこれが、絶対 H だから、笑ってるもん、カレー屋の注文でなんでじゃないのこれ今笑った感じ。むずむずむず。ああ、はい。むずむず。見て。ちょっと待って。うん、いきます。絶対なんだって。なんで。ほらなんだよ。絶対なんだよ。なんだよ。なんだよ。いや違う。絶対なんだよね。違う。絶対なんだと思う。ないよこれ。絶対な。絶対なって言ってよね。しっかり注文してたもん。なんだわ。そう、なんだった。じゃあ、はい、正解は。そうね。なろうよ。それ以外ないよ。ないないない。はい、素敵。楽しい。楽しいねこれ。今何分？50分。あ、じゃあココミにもう一回やって、もう一回やって、面白いから、はい、やばい、あ、やばいわ、ココミの得意分野だよ、これ、うち、ん、やばいしかないから、やばい、やばい、やばい、乱用してるから、いつもココミ、はい、やばいね、え、やばいよね、やばくない、やばいってる、え、これどこ引いてもいいの、いいよ、はい、あ、いいよ、いいよ、いいよ、待って、あ、いいよ、見た、見てない、見た、ね、見た、見た、ね、見た、待って、あ、ちょっと待ってなんか、なんか考えてる、これの演技はダメなんだよ、ダメ、やばい、ちょっと動いてるむずいんだけど、めっちゃむずいんだけど、あー、あー、いい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 
詐欺師なんじゃない？詐欺師かも。だ大丈夫？びっくりしてじゃない。え、でも安心はしなかったかも。しない。安心させ。安心させ。めっちゃ笑顔だったんだけど。え、じゃあ A？ え？違う。え、G だと思ったのに単に声がでかかったから。単に声がでかかった。もう一回お願いします。大丈夫。え、元気すぎ。絶対 A じゃん。A っぽいね。絶対 A じゃん。A か、え、でも H な可能性もある。めっちゃ強がって大丈夫じゃないけど、大丈夫。振ってる可能性もあるかも。深っ。深っ。深っ。サータン、深掘り。え、じゃあ最後にもう一回。もうちょっと、え、表情はもうそれで完璧。うん。え、そうだよ。嘘だよ、ゲームに。大丈夫。あの子演技できないかも。なんで？演技苦手かも。めっちゃうまいで。え、ジブリ？なんでしょう。私に任せなさいって感じ。あ、でもそれも任せられないかな。え、A じゃない、やっぱり A な気がする。ファイナルアンサー。安心させ、安心しました。安心した？今ない。しないとか言ったらいかんけど。しないけどさ、でも安心させたそう。キザの意味が分かんなくてそのままなんか。いやそれ。わかんないって。ほらほら、ありえる。あって、ね、キザに大丈夫のキザが分かってない説が出てきたので、キザの意味、これはちょっとカッコつけるみたいな。あー、じゃあもうそれを踏まえてもらって。わかる、わかる、わかる。何言わんの？大丈夫。やっぱ A なんじゃない？サラ A でいく。 A だと思う。じゃあ D でいく。じゃあ A、うん、A ですか。いきまーす。じゃん。 G。 びっくりしてない。びっくりして。大丈夫。目が大丈夫。え、違うよ、全然違うよ。なんで？じゃあやってよ。大丈夫。え、そう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 。やってやってやって、はい、やって。大丈夫？あ、そうそうそう、これ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 だよ。ちょっと違かったね。うん、違かったわ。なんか違った。びっくりさせられて。大丈夫？あ、そっち。うまい。うま。いや、もう演技不足でした。勉強してください。はい、勉強します。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみに9時からやるので。やめてください。全然。過ぎ去りましたね。面白かったです、はい、ということで罰ゲームやっていきましょうか。花の、うんうんうん、忘れてた。花の罰ゲームも、花の罰ゲーム自由ある。ありますよね。じゃあ高校ね、うん、高校で、あ、じゃあサッカー部のマネージャーでお願いします。サッカー部のマネージャー、うん、花はサッカー部のマネージャーです。うん、で、じゃあどうしようかな。サッカー部のマネージャー、いや、野球部のマネージャーにしよう。野球部、野球部のマネージャー、甲子園に出ました。負けちゃいました。負けた時、花のことが好きな部員に一言声をかけてあげてください。萌えゼリフ。花が、はい、それを知らずにってこと？知らずに？花のことを相手が好きってし、え、花の、花が好きなの？うん、うん、花も好き、両思い。あ、付き合ってるみたいな。付き合、もうちょっと付き合っちゃうよみたいな。やばい、映画じゃん。やばい、映画じゃん。はい。先輩？先輩なの？あ、先輩にしよう。先輩にするよ、うん。先輩、もう引退しちゃいます。勝った。ちょっと考えてもいい？はい。名前何先輩にする？ノーネーム先輩。ノーネーム先輩。ノーネーム先輩。え、先輩でいいんじゃない？先輩。先輩。もう泣いてる？その人。
いや泣いてない泣いてないけど、でも悔しそう、うん、なんだろう、マネージャーになったことないからな。キャプテンの先輩。あ、そうしよう、キャプテンにしよう。めっちゃ想像が膨らんで、キャプテンにしよう。キャプテン、なんだろうな、分かった、ちょっとあんまりちゃんと考えられないけど、OK、あ、そうなんだ。やる相手がいなかったから、カメラに向かって、はい、お願いします。はい、どっちのカメラに向かってやるか、どっちも、もうここら辺、あ、うん、ここら辺見て、ね、どっちもカメラ見て、うん、OK、 先輩、今日本当にお疲れ様でした。なんか結果的にはあんまりそのいい結果は残せなかったかもしれないんですけど、私はマネージャーっていう立場からいつも一番かっこいい先輩の姿見てたので、そういう頑張ってるところを一番近くでマネージャーっていう風で見られて、私はすごく幸せでした。先輩が私に、私と二人で話してた時に、なんか絶対甲子園連れてってやるからなって言ってくれて、言ってくれて、それで本当に連れてきてくれて、本当に本当に嬉しかったし、今日一番かっこよかったです。これ甲子園始まる前にちょっと先輩にだけ渡そうと思ってたんですけど、渡せなくて、これタオルです。先輩、これから受験かもしれないんですけど、このタオル見て野球部のこと、私のこと思い出してください。お疲れ様です。俺のこと好きだったの？それは受験終わった後に二人で出かけた時に言わせてください。あー、長かった。めっちゃ、なんかワンシーンだった。結構ね、結構長かった。いつカットしようかちょっと迷ったんですけど、続編をね、そんなさ、たぶん参加型いいですね、皆さん。そうだね、受験終わるまで待ってあげてください。はい、待ってあげて。こんなのさ、友達にも野球部のマネージャーいたけどさ、うん、こんなのなかったよ。そ, そうだわ、空もないです。、ね、普通に映画だけでしょ、こんなの。え、しかもあれでしょ、渡したかタオルを渡したかったの？そう、本当はなんかそのなんか先輩だけに、絶対さ、絶対試合前にタオル渡した方がいいよね。だったけど、まあ恥ずかしくて忘れちゃった。あ、なるほどね。燃え尽きじゃない、ね。うん、なるほどね。先輩、今日一番かっこよかったです。そんな姿を見れて私は幸せです。そんな感じのマネージャーいたら鬱陶しくね。ちょっと、どうちょっとやってよ。野球部のマネージャーの設定で燃え尽きる。さ、マネージャーの時無口だったから。ずっと試合見てる時もずっとつまんなさい。で、あの、なんかね、スクイーズとか必要になったら、うん、でもさ、普通にさ、マネージャーの経験ないからあんまり想像つかないんだけど、その甲子園とかさ、うん、なんかだって多分、花の性格だったら、うん、負けて悔しがってるところ話しかけに行かないしね。うん、うん、そうだね。そう、話しかけに行けない。気まずくて。でもいいのが見れましたね、皆さん。でも見れてる。あとサッカー部のマネージャーでしたよ。野球部じゃない。そうだ。まあ頑張ったよ。うん。
経験ないのに。ね、マジで。うん。皆さん、これでもう野球部のキャプテンということで、受験頑張ってください。みんな受験頑張ってね。うん。ということで、これは終わりですね。終わりね。はい。みんなが受験頑張ったら花を告白しようと思います。だそうです、だそうです。東海で受験終わったんですけどって来てください。なんだこれ。あ、面白かった。うんうんうん。次は何しますか。逆だった。ジェンガ。ジェンガする。え、トランプかな。皆さん参加型のトランプ。ウノも2人でやったらつまんないかも。つまんないかも。よいしょ。大人数でやるもんだね。確かに確かに確かに。カバディーブって何。カバディーブ。カバディーって何ですか。あ、カバディーってあれじゃない。カバディー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 って。何それ。え、なんだろう、全然わかんない。カバディ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 ってやつ。じゃあ先にトランプしますね。はい。要はこうサラちゃん手札側の皆さんとハラちゃん手札側の皆さんで対決するっていうことです。そうです。まあどっちを応援するかはあなた次第ということで。え、ひどいひどい。ババ抜きでいいんだよね。うん。いいですか。これ負けたら罰ゲームですか。うん、別にないか。罰ゲーム、燃えずりふ以外ですね。罰ゲームなんだろう、うん、なんかありますか。ちょ、サラ軍対ハラ軍です。なんかおかしかったね今。サラ軍とハラ軍ですね。そう、サラ軍、ハラ軍。あ、違う、お花軍みたい。サラちゃんズとさ、サータンズ、アットマークサータン。応援に来てくれた。じゃあ軍隊で。強そう。お花組みたい軍隊で。これさ、もしかしてさ、ババさ、うん、2個入ってる説あるかな。あ、ある。でもさ、そしたらさ、どっちかを向けばいいじゃん。結局ぼっちがババを持ってるか分かってるから、うん、分かってる。人生で一番恥ずかしかったこと言う。思い出せないな。でも人生で一番恥ずかしかったことさ、うん、この間さ言っちゃった。アンケート書かんかった。あー、じゃあやりましょう他で。はい、オッケー。配り終わった。はい、めちゃめちゃある。どこがあるか確認してほしい。あ、私が2個持ってた。よかったよかった。あ、先行きがいいですね。花が持ってると。やばい、勝てる勝てる、負けるよ、勝てるよ。花ちゃんカード配るの遅いって。ごめん、性格出た。ちょっと今辛辣、辛辣、辛辣。そんなカード配るの早い人いるの。いないでしょ、みんなどうせ遅いでしょカード配るの。お風呂沸いたもんね。おばあちゃん家のお風呂沸いた音みたいな。お風呂が沸きました。じゃじゃじゃん、やだ、これ負けちゃうよ。え、何がいいですか。罰ゲーム何がいいですか。うんうんうん、終わった。え、めっちゃあるんだけど。めっちゃある。こんなもん。はい、
じゃあお互いあのカメラにあの自分のカメラに見せてください。あ、見えてます、ちょっとあのすいません見えてます、すいません、ちょ 見えちゃってる。見えてるの、はい、こっちにちょっと映っちゃってます、ね、あ、ごめんなさい、はい、こちらで映ってても正直はい、こちらで、はい、ということでこう、こう行きましょう、こう、こうやってね、こうすれば見える、はい、見ますね、最初はグーじゃんけんぽい、花から引いてもいいの、はい、まあさ、花はもう最初はさ、まあね、安心して抜けるやんね、それ見えてる、ちゃんとカード、こっち側には見えてない、カメラね、そうそう、はい、揃ったよ揃ったよ、そう、はい、え、揃ったよ揃ったよ、スパイ禁止ね、スパイ禁止だよ、いや、これもう勝てる気がしてきた、うん、え、そら、うん、こうやってないとさ、見えそうで怖いよね、え、待って、これ、そら、すごいかも、さら、ちょっと待って、え、めっちゃなんか、え、勝った勝った勝った、はい、勝ちました、はい、勝ちました、はい、引いてください、ちゃんと、はい、はい、勝ちました、イエーイ、はい、罰ゲームどうぞ、罰ゲーム、なんか皆さん花にやってほしいこと、はい、何でもいいですよ、すぐ負けた、秒で負けた、まあサラちゃんね、運、え、運良すぎじゃない、うん、すごいかも、たのね、引かなかった、なんかね、光って見えた、引くべきカードが、てへてへ、何がいいって、モネを言ったからな、モノマネできる、モノマネ、モノマネなんかある、あります、やったことない、やったことない、サータンのモノマネだ、いや、それまでちょっとね、罰ゲームじゃないよ、ちょっとゆるいよ、罰ゲームにしては、何、あ、ウサギいいね、ウサギの、あ、じゃあ次のゲームずっとピョンつけよ、よかった。いいですか、これで。皆さんいいですか、次の、あの、ジェンがやるんですけど、その時にずっとぴょん、ぴょんがいい、にゃんがいい、ワンがいい、どれがいいですか、どれがいいですか、まあ、そこは皆さんの、皆さん、皆さんの、皆さんの、皆さんの、何がいい、何がいい、何がいい、そう、語尾にね、語尾に何つけてほしい、にゃんだって、みんなにゃんがいいって、オッケー、にゃん、にゃんつけていただきます、にゃんにゃん、わかったにゃん、え、しゅ、え、待って、主語じゃない、え、自分のことなんて言えばいいんだ、猫、はな、はなにゃん、はな、はなにゃん、はなにゃんはって、はなにゃんはね、オッケー、で、語尾にゃんね、はい、了解、まあ、これは皆さんのためですよ、ちょ、優しいからね、優しいから考えてよ、サラ、皆さんが嬉しい罰ゲーム、それな、うん、ジェンガ、でもジェンガはジェンガだからジェンガでいいんだよね、ジェンガ、ジェンガとして使っていい、うん、いいの出して、うん、ちょっとこれボロボロなんだけど、もういけないんですか、そう、サービス、サービス、何事、サービス、サータンのサービスです、さあ、ジェンガやりましょう、か、勝っちゃってすみませんね、そら、すごい勝ったんだけど、それ、キヨンなんだってとか言うと、ジェンガで負けるからやめとく、今、伏線立っちゃったもん、あ、フラグ、フラグ、はい、うん、普段からこんなことばっか言ってるよね、うん、ギャグいっぱいです、さあどっちから行きますか、どっちから行く、にゃん、ちゃんと言おう、ちゃんと言おうね、
ましょう、じゃんけん、はい、最初はグッ、はい、負けました。はなにゃんからにゃん。キャラじゃない。やったーにゃん。え、これめっちゃ人じゃない、やったーマンみたいに言わないよ。え、これもしかしてめっちゃ軽め、わかんない。え、買った。え、なにこれ。あ、カン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 、頑張れにゃん。え、待って、あ、見えないって、すいません、すいませんね、すいません。カチカチすぎて取れないんですけど。選んだところが悪かったんですけど、出てきてるにゃん。もう一回言って。出てきてるにゃん。言ってますわ、言ってますわ、にゃんにゃん言っとりますわ。はい、取れた、はい、取れたよ、はい。お、嫌なところ引いちゃったにゃん。引いちゃったにゃん。やらかしたにゃん。本気でやらかしたにゃん。こっちに戻した方がいいにゃん。え、ちょっとやばいから、え、ちょっとやばいから、え、これ途中でやめたらダメ、ダメ、やばいから。途中でね、変えたらダメですよね、ジェンガでね、そんなちょっと出てるのにね。やばい、やばいやん。てか指が短いにゃん。やばいやん、やばいやん、ちょっと指が短いやん。待って、待ってにゃん。待つよ、待つよ、ちょっと待って、指が短いやん。え、ちょ、指が短いにゃんなんですけど、やばいやんなんですけど、ちょっと本当に指が短い。ちょっともう一個取れちゃうにゃん。それはダメだよ。2個取れたらね、ダメだよね。戻していいにゃん。あ、出ちゃった分も戻していいよ。ちょっと分も戻していい。だいぶ出たね。そう、だいぶ出たにゃん。でも戻らないにゃん。はい。撮ったんですけど、これ見てみたら分かると思うんですけど、だいぶちょっとなんか出てるんですよね。なんか私不利じゃないですかこれ。ちょっと一回戻してもらって、猫ペヘペロニャン、鼻猫を戻して、ちゃんと戻して、自分のやったものはね、ちゃんと戻さないとダメだよ。はい、どう。でもさ、これ抜いちゃえば早かったんじゃないにゃん。え、でもさ、抜いたらもう倒れる。いい？いいにゃん。はい、いいよ。オッケーにゃん。いきまーす。あ、ダメだ。これめっちゃ動いちゃう。意外と大丈夫にゃん。すいません。すみません、そんな横切って、はい、はい、器用なんですよね、サラちゃんは器用子ちゃんなんですよね、はい、またダメなところ触ったんやん。もう触ったらもうそれはですね。
感じでほら。こういうことか。いい感じ。いいよ。はい、取れました。うん。え、サラちゃん器用なんだって。とか言うとあのフラグ立っちゃうからやめとくけど。不器用なんですって言ってみてくれない？不器用なんですにゃん。最悪やん。そう、普通のさ、あの木のジェンガかと思ったらさ、プラスチック製のさ、なんか軽めのやつだから難しい。難しいです。え、待って、本当にやばい。早いでしょ。え、結構ガチでやばい。ちょっと待って、こっち抜けんじゃん。それはダメだよ。それはズルだよ。それはズルだよ。地道にね、地道に行きます。一旦元に戻すよ、この、はい、こちら。どうしよう。え、ちょ、にゃん忘れてる。どうしよう、にゃん、どうしよう、にゃん、どうしよう、にゃん、そう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 、抜けないにゃん。終わったにゃん。これ俺の終わりだにゃん。うだって動かないにゃん。え、だって本当に動かないにゃん。ちょっとやばい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 にゃん。やばいやばいにゃん。え、はるちゃんが片方の手押さえてた。ダメだよ、片方の手押さえてるのは。こらこら、みんなそうやって言うにゃん。言うにゃん。ちょっと待って、え、ちょっと抑えすぎ、抑えすぎなんですけど、ちょっと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 、すごい抑えてるんですけど、ハナ。こうさ、めっちゃ抑えてる。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ抑えてるんですけど、ちょっと、これもう負けですよね、もうこれは。もう動かないやん。頑張って、最後まで。頑張って、はい、頑張って。ちょっと本当にやばい、にゃん。頑張って。ほら。え、だってこっち下が外れてきちゃう。もうちょい戻してる時点でアウトないよね。あ、もうやばい。はい、ということで、もうこれはですね、もうすぐ花が、ちょ、ちゃんとね、ちゃんと倒そう。もういいの、本当に、うん、倒そう、はい、せーの。地味な倒れ方する。はい、ということでですね、あの3つゲームしましたけど、私が全部勝ちました、はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はあ、すいません、すいません。あそこ多めの花やんって言わないで、ね、違うの違うの、あの花が下手なわけじゃなくて、サラが天才だ。はい、ということでですね、あ、罰ゲームどうぞ。なんかやってください。にゃんの次ですね。はなにゃんが弱すぎる。いや、サラが強すぎるな。さあさあさあ、そこだよ。別に入れてからじゃないな。そうだね、あ、でも逆にサータンにご褒美でもいい。確かに、罰ゲームじゃなくてね。いいよ。何ご褒美。ご褒美でもして、はなが決めていいやつ。あ、じゃあはながサータンにご褒美するっていう、いうやつなので、誰か言ってください。なんかいい感じに、いい感じになんかサラへのご褒美なんか書いてください。ちょっと弱いかも。本当に弱いかも。なんでこんなことになってるのか私自分でもわからない。
え、バンされないかな、大丈夫、バンされる。でもね、でもね、花がさらにほっぺにチューするのはもうね、花のご褒美だよ。言うね、花のご褒美だよ。じゃあほっぺにチューしてもらえますか。すいません皆さん、すいません、先にお先に花に、花のほっぺチュー、初のほっぺチューいただいちゃいます。すいません。何これってさ、リップついていいの。ダメ。え？拭いてから。リップ拭いてからね。もうずっとついたままこれからも配信することになっちゃうからね。はい、わかんない、拭けてんのかな、拭けてる。はい、広げんな、広げんな。いいの本当に、バンされる、されない、え、される、バンされるの、バンされるならやめよう。わかんない、バンされる、されない、え、マネージャーさんに怒られたらしたらやだな。チューされ、なんでチューしてんの、いろいろとびっくりしちゃうんですけど、なんでチューしてんの。バンされる、されない、されないですか、されない、ポップくらいなら大丈夫、スピードでやれば大丈夫？うん。せーの。弾けた。弾けたね。恥ずかしいもん、これ。本当に恥ずかしい。え、ちょっとあのハっていうゲーム気に入った。もう一回やろ。いいよ。もう罰ゲームとかなしでやります。なしでやろ。ファーストキスじゃない。だってサラとチューしてるし。うん、お口でしてるからね、なんなら。すいません、すいません、すいません、すいません。12期でいいんで、ハーゲームやったら大変なことになりそう。さあ、あと一回ね、注意したことあるよ。みんな知らなかったの？すいません、私のアンチができちゃった。はなちゃんになんてことしてるのって言っちゃう。なんか言ってるね、なにこれ。ね、そう、
サーターと勢い余ってチューって、いやチューって感じじゃない、もうなんかチュッチュッみたいななんかチュッってよりなんかパッみたいな恥ずかしいですね、これは本当にパッっていう。 OK、みんな落ち込まないで。サーニャ、サーニャメントス好き、みんな落ち込まないで、みんなにもチューしてあげる、こっちにもやってあげて。はい、ということでやっていきましょう。あ、これはやばい、あー下手すぎる。はい、あ、これもやったね、うん、あ、これもダメ、ダメね、物食べながらが嫌だって、フリコサンド食べながらが嫌だってあ、これですね、運でいきます、うん、運、運でいきます。はいはい、こちらですね、うん、運、運でいきます。はい、いきます、うん、カナの予想はいい感じ、マネージャーに怒られるよ、ね、怒らないでください、うん、うんだって、ありがとう、踏ん張ってないじゃん待って、踏ん張って運ってなんだろう、分かんない、興味もない、いや私は G だと思う、私は G だと思う、いいですか、はいはい、 G ですか、正解は G です、はい正解、イエーイ、まあサラが上手なのかな、そうかもそうかもしれない上手なのかな、じゃあお花、あ、来ました、寝顔だって嬉しいね、寝顔だって表情のみの寝顔だそうです、大好物を食べる夢の寝顔とか、好きな人の夢の寝顔とか見れちゃうんですね爆睡してる時の寝顔、上司に怒られた夢の寝顔とかありますね、やっていただきましょう、はい、なんでこんな、なんか入れた、難しいですね、目つぶるの苦手なんだよね、はい、うん、寝ればいいんだよね、はい、うん、こうやって寝ればいい、じゃあ10秒ぐらい寝てて、いや、お願いします、もう一回もう一回、
え、ちょ、もうちょっと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 やって、もうちょっとやって、わかんない、全然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 わかんない、もうちょっとやって。いや、わかんないね。いや、でも、笑顔なんですよ。笑顔だから。そう、笑顔。大好物を食べる夢の寝顔っていうのはもうちょっとなんかもうちょっとこう食いつく感じだと思うんですよ。だから追われてもない好きな人か空を飛んでる。飛んでなさそうだったよね好きな人の夢かな。でも大好物を食べる夢A か C だと思うんですけど、どっちだと思います？もう一回やってもらおうかもう一回やってもらおうかー OK、 はい、おやすみ。考えてるよ。もうちょっとやってもうちょっとやってて考えてるから。いや、わかんない。全然わかんないけど、これは C にします、私は。好きな人。好きな人。ごめんなさいね。好きな人の夢の寝顔ということで、C だと思います。はい。正解は、C。やったね。やったね。そうです。まあこれはなんかどっちも上手なんじゃない？もしかしたら、うん、だと思う。だってこんな分かるものじゃない気がする、うん、ですよね。どっちも上手。そうですよね。私たちは上手です。はい。じゃあさ、なんかもうちょっとさ変えよう。いいよ。なんか2人でやろう。オッケー。これ引か、あ、引いて、あ、2人でやろう。あ、みんなに当ててもらう。うん、オッケー。はい、でもこれさ、なんか2人登場人物がいないとダメや。確かに。でこれをする人とこれをする人がいないとダメ。うん、うん、順番にやればいいんじゃない。でもこれさ、言葉じゃないからむずくない？言葉選ぶ。言葉選ぶとか言って。ああ、でもさ、これさ、こっち側って何すればいいの？困っちゃうね。うん、で同時に言うか。うん、はい、じゃあさあでいきます。さあ、みんな当てて。さあでいきます。引きます。うん、つけてなかった、大丈夫。ああ、なるほどね。一緒に言う一緒に行ったらちょっともろ分かんなくなっちゃうね。じゃあ、うん、じゃあどっち行こう。いいよ。さあ、はい、どうぞ。はい、行きます。さあなんかこんなに違うの？こんなに違うものなんですね。はい、今の2人のさあはさあどれでしょうっていう話なんですけどどれでしょうね。 A、 とぼけたさあ。B、 料理を振る舞うさあ。 C、 物語の始まりにさあ。 D、 お客を集める時のさあ。 E、 冷たくさあ。 F、 実況中継のさあ。 G、 帰る時のさあ。 H、 そよ風のさあだそうです。どっちも同じやつやりましたよ、一応。なんか全然違ったけど全然違ったんですけど、一応なんか同じやつやってみたんですけど、うん、同じですよ。 D、 D だと思う。 D の人多い。 D 多いね。 D、 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 D でいいですか？皆さんの相違は D でいいんですか？もう一回、もう一回、もう一回、
じゃあ、それ同時にいこう、うん、せーの、さあ、ちょっと違うな、さあって感じ、さあ、D と F が多いです。では、答え合わせちゃいましょう、うん、ん、これだ、はい、うん、答えは、てれれれ、てれれれれー、 F です。実況中継のさあということで、もう一回いきましょう、もう一回、じゃあ一人ずつ花からどうぞ、うん、さあです。さあさあさあっていう感じですね。う、うん、はい、そう、分かったみんな。逆にさ、待って、料理を振る舞うさあやってみて、分かんなくない？料理を振る舞うさあ、さあ、あ、なるほどね、手やっちゃいかんか、ね、さあ召し上がれっていう、あ、なるほどなるほど、続くような感じじゃない？わかりましたかね、わかりましたかね。みんなが間違えたのは D、 お客を集めるときにさ、なに、お客、お客を集めるときにさーって言う、さー言ってらっしゃい、見てらっしゃい。魚がなんと30円、30円。安いよ安いよ、お魚が30円だって。びっくり、30円だった。そういう感じでしょ、さあって商店街とかの、あ、そういう人を集めるってことね、じゃない。さあ皆さん、さあ皆さん、今ならなんと 50% オフって言っちゃない、 50% 素晴らしい、素晴らしいわ。魚30円は赤字ですね。完全に赤字、煮干しも30円なんじゃない、うん、あ、いいね、もうこれは可愛いのが期待できるんじゃないですかね、もう確かに、もうよし、引くよ、うん、せーの、はい、うん、もうできる、うん、いい、やってよ、もう、今のもうですね、あ、ちょ、こっちでもやって、こっちで、はい、もういただきましたね。A、からかわれてもう、 B、時間が迫ってもう、 C、しょうがないなのもう、 D、イライラしてもう、 E、くすぐられてもう、 F、激怒してもう、G、おおらかな乳牛のもう。H、攻撃的な闘牛のもうだそうです。こんばんは。 A、G、C が多いよ。 G、 A、G、C、 A、G、C、 あー確かにね、 A か C、 C 多い、しょうがないなのもうだと思います。F もいる。激怒して、絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。花の激怒を舐めてるね。じゃあ激怒。あ、なるほどね。おおらかな乳牛のもうも多いですね。ということで答えどうぞ。あれ、私答えるか。なくしたな、カード。そこ行ったの？え、これ違うの？それ違った。え、そんな一瞬でなんか、え、あ、踏んでる踏んでる踏んでる、くちゃってなった。A、 あ、A、 からかわれてもうでした。くちゃってなった。意外とわかるね、意外とわかるんだ。ごめんなさいね。え、じゃあ激怒してもうもお願いします。激怒、もう、あ、ちょっと可愛いのがあるよね。ちょっとさら言ってみようか。言ってみようか。もう。こんぐらい言わないとダメだよ。分かった。うん。
もう、それちょっと攻撃的な闘牛じゃないの今の攻撃的な闘牛だったよね、すごい、すごい今闘牛だったよね、激怒だった、違う、もうちょっと可愛いんだよね、もうもう無心になってきちゃったもうもう G もお願いだって、おおらかな乳牛のもうもう、うん、うん、おおらかだね、はい、オッケー、続き、次、次、はい、いい、いい、よくない、これはこれよくない、あ、来ました来ましたよ、にゃーにゃーが来ました、はななんの、まあ、罰ゲームの延長戦ですねやってもらいましょう、はい、あ、もうこれもう、はな、はい、はなやりますにゃ、手つけた方がいいですか、つけましょう、じゃあどっちの画面でもお願いします、にゃにゃ、はい、はい、お願いします、うん、かわいい優勝だって優勝ですよ、 A が捨て猫のにゃ、 B が猫に向かってにゃ、 C が甘えたにゃ、 D がリアル猫のにゃ、 E が混乱した時のにゃ、 F が威嚇のにゃ、 G が眠い時のにゃ、 H がかわいいにゃです、難しい、難しい、 C の甘えたニャーが多いですね、まあ、A もいる、 H も C もいる、 A 捨て猫のニャー、 CH 甘えたニャー、かわいいニャー、なんかかわいいニャーと甘えたニャーむずいんだけどさら、確かにむずいね、 H と C が多いよ、かわいいか甘えたでも分かれてる、じゃあもう一回やってもらって、にゃにゃ、なんだこれ、ごちそうさまです、ごちそうさまです、あ、C? C? C 多め、 C だね、ほんとだね、 C ですね、では、答えお願いします、正解は C! C です、イエーイ、じゃあ次はサーダンターンで、はい、いきまーす、うん、うん、なんかもうちょっと可愛いのが来てほしかった、なんか嫌だそう、嫌ですね、はい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 、うん、うん、いきます、いやー確かに、 A が褒められた時のいやーで、 B が考え事をしながらいやー、 C がお願いを断るいやー、 D がお化けを見ていやー、 E がごまかすいやー、F がマジで無理のイヤー、 G が待てよのイヤー、 H がハッピーニューイヤーです、どうですか、何番だと思いますか、 A だな、褒められた時のイヤー、 ECEC E ごまかすかお願いか、E と C が多い、多いですね、 E が、 E と C、 H、 H じゃないでしょ、 H なわけないでしょ、 C、 E、 E と C が多いよ、ごまかしてるかお願い断ってるか、どっちなんだい、まあ、C と E が多いということで、
正解は C です。皆さんおめでとう。イエーイ。あー H やるとどんな。いや確かに確かに確かにそうだでしょ、うん、ハッピーニューイヤーだから。うまいでしょ。やってみ。ハッピーニューイヤーだよね。うん、いやちょっと弱い。ハッピーニューイヤーでさ、ハッピーニューイヤーってやる人いますかね。いますいます。弱い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 。ハッピーニューイヤーって言う人います。弱すぎる。まあ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 仕方ないわな。そういう時もあるよ。ハナは慣れてないんだきっと。いつもパパ言わない。つもあの年末は起きてないから。あ、なるほど。寝てるから。起きてないのね。ニューイヤーって言わない。言わないよ。あげましておめでとうって言うから。ハナそれはちょっとって言われたんだけど。はい。次は。お、うん、やったね。やったか。なんか面白くないな。やったね。うん、何だめ。あ、いいね。もうこういうの花引くんですよ。ウィンクだって。花こういうの引くの。花引きが強いの。ウィンク表情のみということでやってもらいましょう。これできる？いやでもちょっと変えよう。これ変える？うん。変える？うん。いいよこれで。変えましょう。はい。え？サムやる？うん。花も花。こっちから。こっちからどうぞ。はい。どうぞ。はい。じゃあこっちでもどうぞ。はい、皆さん分かりましたか。 A かっこいい、 B 色っぽい、 C 固めにゴミ、 D 下手くそ、 E いっけねーのウィンク、 F が分かってるなーのウィンク、 G がかわいい、 H がさりげなくです。 F？ F だと思う。分かってるなーのウィンクだって。分かってるな。あ、まあまあ確かに確かに。目痛そう。D 下手くそなウィンクって言われてる。ECECH が多い、いっけねー、固めゴミ、さりげなく。もう一回やって。いいよ。うん、上手。上手？うん、上手じゃん。上手。え、めっちゃ割れてる。割れてるって、みんな。さっきからめっちゃ当たってる。すごいね。すごい。どう？みんなコンタクト取れたくないんですよ。え、じゃあキュンキュンラブリーのウィンクも一応 やっとこ。キュンキュンラブリーのウィンク、うん、はい、こっちでもどうぞ。はい、なんだこれ。では、正解を。正解は C。C、固めにゴミ。うまかったよ、結構。うまかったでしょ。うん、うまかった。うまかったよ、みんな。それは絶対に正解してほしかった。うん、うんうん、待って、面白いの探す。うん。めっちゃやってるくない、それたち配信。
すごいやってる。それの？びっくり。びっくり仰天。こういう感じ。え、でも結構もうやってる。やってないやつ、ほら。めっちゃ。あ、もうこれぐらいしかない、やってないの。面白くない。何か意味があるんだろう。途中の定常ロープでダウンしようかな。春の定流上から持ってくる知らない制服バスの中。見かける君だから時々目があったりしてやがて意識するようになった。あの最後まで言ってください。選んでるんで、うん、それがどういう気持ちなのか、ああ僕自身理解できない。心にブレーキかけていたけど、夏服に君が着替え始めた頃ぎこちなくなっていた。誰かのこと好きになると本当の僕じゃなくなって自分を嫌いになるよ。いいよ一人自分にしたい、そんな自己中の思いに全てが気になる。こんなに好きなのよその気持ちを前を言うすればいいか、僕には何もわからない。だから勝手に嫉妬して片思いが切なすぎて何度も落ち込んでしまう。もう恋なんかしないと誓ったのに好きになっちゃった。ありがとうございます。倉本花で好きになっちゃったでした。はい、すごいよ、キラッキラでございます。キラッキラ、はい、キラッキラ。はい、では行きましょう。これあと残りこれだけ。どうやって？じゃこれは花だよ。これは花だよ。待って、だってイメージでさ、こう分けよう。もうだってこうじゃん、もうなんかイメージこうじゃん、もうこれじゃん、もうこれじゃん。もうイメージ完璧にこれじゃん、もうなんかサダもうこれじゃん。でも逆をやってほしいかもしれない。いやいや、そらないそらないそらない。いやいやって。じゃあ笑い声いきますね。私サータンちゃん笑い声、笑い声いきたいと思います。ではこれシャープした、うん、ちょっとやめようか。いきます、いきます、笑い声。わっ。では、言いますね。A、大魔王の笑い声。B、お嬢様の笑い声。C、赤ちゃんの笑い声。D、おばあちゃんの笑い声。E、気持ち悪い笑い声。F、爽やかな笑い声。G、人をバカにしている笑い声。H、こらえきれなくなった笑い声。まあ、そうですよね。まあ、それはそうなんですよ。もうこれはね、なんか、うん、すいません、あの、分かりやすすぎる A です。A なんですけど、ちょっとさ、一個ずつやってみていい？うん。じゃあ大魔王がさっきの B、お嬢様はウフフフってわけでしょ。 C、赤ちゃんの笑い声。何、赤ちゃんの笑い声って何？怖い怖い怖いかも、D、おばあちゃんの笑い声。おばあちゃん、おばあちゃんって普通に笑うくね？へん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 。あ、うまいうまいうまい。なるほどね。ちょっと E は飛ばさせていただいて。F は爽やかな笑い声。
爽やかな笑い声。している笑い声それだそれだ、こらえきれなくなった笑い声、こらえきれなくなった、でも笑い声なのかなそれは。あ、そう、それですね、これですですね、これですね、正解。はい、じゃこれやろう、アナこれやろう、これやろう、はい、これかぶっちゃうから、うん、ちょっと、うん、あ、いいね、もうこういうの引くんですよ、鼻こういうの鼻引くの。はい、はなちゃんは、やった、やってない、え、あ、いきますよ、はい、簡単だね、ああ、ああ、簡単ですね、簡単ですわ、簡単です、簡単ですわ、簡単ですわ、簡単ですわ、簡単だわこれは。 A が好きな人を見る、 B がとろけそう、 C が美味しい、 D が拗ねてる、E が泣き出しそう、F が我慢してる、G が酸っぱい、H が興味ない。D、拗ねてる顔。D だそうです。どうですか？正解ですか？正解ですか？正解です。ああ、D です。D 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 です。じゃあ泣き出しそうな顔をお願いしてもいいですか？はあ、なるほど、はい、なるほどね、美味しい時の顔お願いします、あー、いいですね、酸っぱい時の顔お願いします、興味ない顔、はははいいですね、かなりできてるよ、かなりできてる、かなりいいですね、いいですね、いいですね、つまんないかも。じゃあ最後やりましょう。最後、うん、どっちがいい？なじみよ。じゃあこっちにするさ。うん、オッケー。こっちにします。うん。これね、一番いいやつ選ぼうじゃ。うん。そう、そうだね。うん。それもいい、普通にこれも可愛いっぽい、でもちょっとなんか簡単、簡単、ここら辺もいいかも、うん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 、これかな、これいこう、うんうんうん、私、うわー、最後に行かせていただきたいと思います、うわー、では行きます、うわうまかったよ今、うまい、めっちゃうまい、顔大事、うわあ大事、どうでしょうか、でしょうか、体重計に乗って、うわーが A、 B が見上げて、 C が驚かそうとして、 D が同情、 E が軽蔑、 F がジェットコースター、 G がゴキブリを見つけて、 H がプレゼントを開けてです、どうですか皆さん、プレゼント、 H だと思う、 H が多い、 H、 H、 E、 軽蔑、 H だったらめっちゃ最悪じゃんH だったらファンが泣いちゃう、そんなー、ね、そんなー、 E、 E が多い、軽蔑、うん、E が多いんじゃないですか、皆さん E がいいんですか、
そう、いいです、うん、いいでした。軽蔑のうわーです。では、はなな、最後お願いします。これはどれが面白いですか、うん、あー、あ、でも これがいい、これしよう。めちゃめちゃさ、はい、はな、A いきます。最後、最後です。はなの A で締めたいと思います。はい、2つに、8に、え、え、でも、どうだろう。 A がアルファベットの A、 B が膨大な宿題に対して、 C が告白されて、 D が聞き取れない時、 E がスピーチ、 F がマジでの A、 G が半切れH がパニックです。 C だって。 C、C、 何ですか皆さん、何ですか皆さん、何ですか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 、もうちょっとそれもやろう、それ最後に、それやろう、いいよ、これ最後に、あ、もう C、 C だそうです。正解。なんかやっぱさ、分かっちゃうよね、まだそれを上手にやろうとしてるんだもん、うん、そうです。すいません、一番最後、すもものもも、すもも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 のうちで締めます。え、じゃあ別々なんやろ。うん、いいよ。いや、むず、でも分かっちゃうね。うん、切り直るの？レナ？レナ？本当だ。ハロ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 。ミラビューの？レナ？うん、本当だ。みんなすごい。もしや、ずっと見てた？じゃあ、あった、あの、みんなかけ直して分かってすごいじゃない？レナにもやってほしい、これ。うん。レナがやったら絶対面白い。ということで。さあ、どれある？うん、じゃあ選んどいてもらって、さあ行きまーす。すもももももも、もものうち。ねね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 、これでしょ？うん、これでしょ？うん、だからさ、えって思ってさ、普通に、え、なんかそう、そう思ったよ。え、何も変えようか、変えようか、変えますね。ごめんなさい、今の記憶抹殺してもらって。今だとなんかこれに見えたね。あ、じゃあこれで、うん、すもももももも、ままなうち。どれだと思う？どれだと思いますか？どれだと思う？どれだと思いますか？なんかめっちゃ新しい人来てくれる。うん、何何何何、なになになに、9時だからじゃない。あ、そういうこと。ありがとうございます。ありがとうございます。フォローしてください。ありがとう。むずいって。 G？ セクシーに。C？ かっこよく。 G か C で迷ってる。
れレナ始まった。なるほど。D かな。失敗しても平然と。まあじゃあ花もやってください何か。え？どれが良さそう。これとこれってなんか分かんなくない？確かにどっちがいいの？これも分かんない。これこれこれ。オッケー、いくよ。スモー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 チ。え、うまいんじゃない？でもうまいんじゃない？どう？いや、ちょっと待って。なんで？うまいんじゃない？どうですか？どうですか？A だと思って、もうスピードを目指してた。もう一回重いやつかな。なんだと思う？なんだと思う？なんだと思います？なんだと思う？なあ、真偽やろ。A が多いんじゃない、もうスピード目指したやつ。確かにね。ではじゃあサラの答えはですね、うん、C のかっこよくでした、まあ、かっこよかったでしょ、うん、ね、かっこよかった。で問題はハナですね。問題はハナ。H? H? A か H だって。じゃあ答えをどうぞ。正解は H のもう1回だけ多くでした。あ、これは本当に真偽なんですけど、もうが多分5個ぐらい多かった気がするんですけど。どうですか、なんか私が聞いた感じだと5個ぐらい多く聞こえたんですけど、もう一回、あ、もう一回お願いします。え、でもさ、いくよ。うん、もも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 もち。1個どころじゃないよね、なんか大量にもがある気もする。でもスモモ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 チだったら1個しか多くない。もう一回お願いします。スモモモモモモモチ。なんか多いなんか多いな。でもさ、あのもがさ、あのもう増えちゃうよね。もうあのもももっていうのが下手なんだよ。もも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 、こっちからやっとくね。ちょっと待ってね。すいません、ここはスクショしないでください。はい。こっちもお願いします。何真ん中行く、真ん中、うん、なんだ、何ですか。
スクショタイム以上になります。ということで締めつつ片付けしましょう。締めつつ片付けをしていきます。何時間やった？6時半からやってるよ。あ、6時半びっくりびっくりでございます。おかた食べちゃってください。はい、最初からずっと見てくださってる方がいるのでびっくり、うんうん、ありがとうございます。こんなありがとうございます。皆さんの大事な3時間を、ね、すいません。ご飯食べましたか？3時間も長かったですね。ご飯食べました？ごめんね。すごい、なんかいっぱい始まってる、うん。あれですね、皆さん私たちが片付けをしてるから映ろうとしてますね。もしや配信映ろうとしてますね。 ありがとうございます。どういうこと？配信あー、うちのルームに。そうありがとう。ご飯まだ食べてくださいね。食べてね。これ戻していいかな。うん、そろそろ生写真届くって。うん、私たちの制服のやつじゃない？おお、うん、写りが怖いよ。ありがとう、見てくれて本当に。うんうん、金曜日か。まだ学校か。でもレッスンもある。頑張ろう。そう、12期のくじ、あ、宣伝して終わりにしますか。はい、まず12月のトナカイ生写真、トナカイ生写真が発売になります。12期あります。そして花の露出高めです。高めです。はい、ぜひお願いします。あとそうですね、9時、12期の9時も始まるということで。始まります。もう一回言いますと、どうしてなんか暗すぎ、暗いね、暗い、なんか、なんだっけ、ドキュメンタリー動画が当たっちゃうかもみたいなやつですね。ぜひお願いします。お願いします。モバイルくじお願いしまーす。チキもあるかもって。そう、だから私たちの初サイン公開のくじです。そう、はい、本日は初訪問の方もたくさんいっぱいありがとうございました。ありがとうございました。そしてあんまりコメント読めなかったんですけど、はい、ごめんなさい。こういう日があってもいいよね、いいよね。いいよね。ということで、え、待って、今日ワンピースだよね。うん、ワンピースなんです。何も見えないよ。何も見えないよ。なんかワンピース、これなんかちょっと開いてもらって、ワンピースですね。ちゃんとワンピースなんですよ。はい。ちょっとじゃん、ワンピースなんです。お腹にカイロ挟んでるからボコってしろ。皆さんもワンピースでちゃんと見ましたか？じゃーん。ということで終わりたいと思います。
ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。またね。メール送りまーす。メール送りまーす。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。いっせーの。